星ゴメロスの秘密。ある日突然眠りを覚まし、地球を襲う神秘の影に、誰かが向かって行かねばならぬ不思議の謎を解かねばならぬ。地球が大ピンチ、地球は地球を守るのだ。とっても忙しいのよ。その代わりほらこれあげるわ。はい、せっかくのプレゼントだ、もらっとけよ。今度は本当に見せてよ。お兄ちゃんも約束するかい？ああ約束する。じゃあこれもらってやるよ。よし、気をつけて帰るんだぞ。おう、じゃあな。バイバイ。バイ。隊長、空が突然真っ暗に。ああ、各地から今報告が入ってる。午前11時56分。しかし外は夜だ。地球は、宇宙は狂ったんですかね、水島さん。発狂した宇宙か。突然襲ってきた暗い闇が去ると、空も地上も不思議な色の世界に閉じ込められた。数千年前、地球が遊星と衝突寸前の状態になり、その直後、大津波が起き、竜巻が起こり、落雷が続発したという記録がある。はい、わかりました。隊長、津波が発生したらしいです。ついに来たか。引力のバランスが崩れ始めたんだ。ビルが浮き上がった地域もあるそうです。地域だって？それじゃあ、あの遊星が引力の方向をコントロールしてるってことか。隊長、中央天文台の発表です。うん。謎の遊星はゴメロスと命名。あ、はい。これはまずい。どうしたんだ、水島。コンピューターのデータによると、遊星ゴメロスが地球の惑星になる可能性は 86.99% なんです。あんなものが地球の周囲を回転し始めると、地球の潮流も気象も何もかもめちゃくちゃになってしまうぞ。はい、SF。 はい、はい、隊長、うん、遊星ゴメロスから落ちてきたと思われる隕石が発見されました。目撃者の話では、空が真っ暗になった直後、西北の空からゆっくり落ちてきたというんです。あ、ちょっとこれお願いします。普通の隕石じゃないな。まるで生き物みたいな筋が何本も走ってる。西島さん、ゴメロスに住んでいた生き物じゃないでしょうか。センターへ持って帰ってよく調べてみよう。はい。はい、岬です。遊星ゴメロスがまた太陽と地球の中間点に入ってきた。何ですって。気をつけてくれ。何が起こるかわからん。はい。水島さん、あの音は。ええ、緊急事態発生。現在東京湾から相模湾にかけて海面
面の水位が急激に下がり始めています。ただいま入った情報、黒潮の流れが停止しました。大将、東京に異変が起きるかもしれませんよ。うん。はい、SF。 あ、雲野です。ああ、しかし今のところ対応策はないんです。ああ、わかりました。今から警察も防衛隊も全て SF の指揮下に入ることになった。はい。お、水島ですが。ああ、水島、無事だったか。今度は伊勢地方がやられているんだ。伊勢地方が。いや、 SF はとうとう大変な仕事を。ああ、水島、隕石は回収したか。あ、すぐ帰ります。あ、行こう。はい。水島博士は無人観測ロケットを遊星ゴメロスに打ち込むよう宇宙開発センターへ指示し、直ちに観測ロケットがゴメロスに打ち込まれた。遊星ゴメロスの表面気温32度、気圧842ミリバール、重力978.99。地球に近いな。切れました。水島、雲野さん、千葉が開発したマリンゼットならゴメロスを爆破できるかもしれません。マリンゼットを打ち込むのは危険だ。宇宙空間の構造が変わってしまうかもわからん。あと考えられるのは、ゴメロスに推進ロケットをつけて地球の引力圏外に運び出すことです。雲野さん、よし、やろう。今のところその方法しかないんだ。どうだ、美咲。隊長、今までの隕石とは全く違うものです。隕石じゃありません。一種の細胞だな。ああ、放射動物の細胞に似ている。放射動物というとクラゲ。そうだ。しかしどう見ても岩ですね。遊星ゴメロスに住んでいた生き物、いや、生き物の一種だろう。雲野博士の説は当たっていた。生き物なのだ。ただ遊星ゴメロスに住んでいたのではない。遊星ゴメロスの一部なのだ。遊星ゴメロスの。してる暇ないでしょ。はいはい、はい、データ全部揃ったわ。ありがとう。しかしロケットで惑星を吹き飛ばすなんてこいつはちょっとな。やろうと思えばできるさ。何？まあ吹き飛ばすというほど威勢は良くないが、カタツムリ程度のスピードならね。君、現地へ行って調査してみないことにははっきりしたことは言えないが、計算ではグリーン47号を推進用に80機、軌道修正用に12機、これで約時速800キロあて。なんだこいつは古いな。2ヶ月前のデータじゃないか。こんなものは使い物にならんよ。使い物になるとかならんとか大きなお世話だ。なんとか言ったらどうだ。ここは外部の人は入れないはずだ。そうよ、どっから入ってきたの。出たまえ。まあまあ、そう興奮しないで、しっかりな。
さすがに SF だ。素晴らしい設備だ。なんで国学なのか。ん？おい、は、は、あれ？落ちとる。大体。おお、こん、おっと。二人とも元気がいい。早川君。はい。元気がいい。こいつ無断侵入ですよ。無断？ごめん。いや、ごめんごめん、知らなかった。紹介しとこう。グリーン47号を開発した竹原君。グリーン47号開発？ああ。すると宇宙開発センターの。いや、失礼しました。君の一本背負い聞くな。ゴメロスの質量、ロケットの噴射力、数字数字数字だ。この仕事が終わったら田舎へ帰ってみるかな。美咲さんは東京ですか。え、ええ、そうです。小川に釣り糸を垂れる、山には真っ赤に柿が実る。どうですか、今度一緒に。ぜひお願いします。しかし竹原さんもすごいこと研究してますね。いや、たまたまこうなったっていうだけのことですよ。青い星、地球を守るため。ちょっとオーバーかな。どうです？あ、いただきます。ん？お、はい、はい、そうです、そうです。あ、宇野ですが、あ、あ、わかりました。水島、ゴメロス星の調査に出動だ。はい、わかりました。竹原、いよいよだぞ。竹原君、この作戦が終わったら君には正式に SF に来てもらうつもりだ。よろしくお願いします。うん、マリンゴン販売完了。了解。出動だ。積み込んだ荷物の関係で重量制限がある。行くのは私と千葉と竹原、この3名。水島さん、隊長。仕方がない、積み込んだのは必要な荷物ばかりだ。この調査が終わったらグリーン47号を運び込む大型ロケットが何度も往復する。それで行くんだな。水島、頼むぞ。行ってきます。竹原さん、一緒に行けないのは残念だけど、頑張ってください。ええ、向こうで待ってますよ。うん、どう？サンキュー。じゃあ、うん。メインスイッチオン。夜が明けるぞ。岬のやつちょっとかわいそうでしたね。あと2分で大気圏を離脱。了解。ちょっとそれを取って。あ、マリンゴン、マリンゴン、こちら SF 指令センター。こちらマリンゴン、海上に飛行中。了解。現在秒速発見、有性ゴメロスを発見。
着陸してみよう。了解。エンジン停止。エンジン停止。しばらく様子を見ろ。はい。あ！あ！おい、上昇するんだ。了解。ダメだ。エンジンを全開にしろ。エンジン全開。これ以上無理はできない。エンジン停止。エンジン停止。出現しました。今のところ脱出できる可能性はありません。ゴメロスをロケットで宇宙空間に運び出すことができなくなった。はい、 SF わかりました。隊長、グリーン47号はロケットに積み込まれて発射を待ってます。ゴメロスがまた動き出した。隊長、よし、マリンZ打ち込もう。隊長、ゴメロスには水島さんたちがいるんだ。マリンZ打ち込むなんて。行けファイヤーマン、お前にはその能力がある。ファイヤー、時間を超越して宇宙空間を飛行することができるのだ。ファイヤーマンだ。上昇します。上昇。
れは何だ。にも弱点がある。指定以外のところでは3分以上ファイヤーマンでいることができないのだ。よし、撃ちまくる。あの部分をレーザーガンで撃ちまくるんだ。了解。撃ちた。ゴメロスは自らの意志で地球の軌道から外れていった。ルンガさん、有生ゴメロスは生き物なんですよ。生き物。分かってます。僕が言ってることがどんなに馬鹿げたことか。馬鹿げたことじゃない。ゴメロスは生きていたんだ。人類は月に降り立った。科学の目は火星へ、金星へと向けられている。しかし宇宙は依然として謎のままだ。竹原さん、グリーン47号はさらに後輩の手で研究されることになったよ。SAF はこの計り知れない宇宙の神秘にも科学のメスで挑戦していくのだ。謎の幽霊ゴメロスに殺された一人の若い科学者の死を無駄にしないためにも。ジャコビル流星群を観測してきた人工衛星に宇宙細菌が付着していた。SAF の依頼を受け、その分析を始めた研究員が次々と謎の死を遂げる。巨大化したキノクラゲスに SAF は総攻撃を開始した。次回、恐怖の宇宙細菌をみんなで見よう。